相場っていうのがあるんですね。この相場っていう世の中のこの値頃感が結果として農産物価格っていうのを決めています。価値っていうものをしっかりと、学んで、この価値を磨くことが高く売る秘訣になります。はい、皆さんこんにちは。 YouTube 農業大学へようこそ。農業パーソナルトレーナーの山下です。さあ今日も始めていきましょう。農を耕せ農業ビジネス講座、今回からですね、農を耕せっていうのをですね、積極的に皆さん方に、お伝えしていこうと思っています。さあ今日の内容なんですけれども、こちらです。農産物の価格どうやって決めるのっていう話です。実は先週ですね、ある高校の講義に行ってまいりました。農業高校の講義だったんですけれども、でその後、ある生徒さんからですね、ご質問いただきました。実は、高校卒業した後、将来自分でも農業をやりたいと。でそこでお尋ねなんですけれども、農産物の価格ってどうやって決めればいいんですかっていうようなご質問だったんですね。これもね、非常にいい質問ですね。意外とこのね、値段の決め方っていうのは非常にこれ難しいんです。で学校の先生ってね、これどうやって教えてるんでしょうね。おそらくですけれども、農産物の値段、価格っていうのはこの需要と供給、この需要と供給のバランスによって農産物の価格は変わるんだよっていうふうに多分、教えられてると思います。もちろん私もそんなふうに習ってきました。一方ですね、実は先日、26日の日経新聞に出てたんですけれども、今年のサンマね、皆さん大好きなあのね、秋の風物詩サンマなんですけれども、なんと高級マグロよりすごい高い値段がついたと、っていうふうに、新聞に書いてありました。連日ね、ニュースとかでも報道されていますけれども、なんと初値がですね、高級マグロの2倍のキロ7000円とか8000円したらしいんです。で1匹、1尾っていうんですかね、あれが1500円ぐらい、すごい値段ですよね。何でも漁獲量っていうのが少なかったらしいんですけれども、これこそこの需要に対して供給量が少ない、もう典型的な例ですよね。つまり需要っていうのは、ください、欲しいです、買いたいですっていうふうな、欲しい欲しい、これ需要で、この供給っていうのは、ありますよ、持ってますよ、これだけ取れましたよっていう、こう持ち込み入荷量のことを供給と言います。つまり今回のサンマに関してみると、もう秋はもうみんなサンマ好きだから、じゃんじゃんサンマ食べたい人が増える、だから欲しいです欲しいですに対して、いや実はサンマあんまり取れなかったんですよねっていうふうに、この供給する量が少ない、当然のことながらこの需要と供給のバランスがこう崩れて、需要が高いにもかかわらず供給量が少ない、結果値段がこう上がるという、これが市場の原理原則ですよね。はい、さて、私たち今この農業者、農家生産者っていうのは、この需要と供給のバランスを取ってくれている卸売市場、いわゆる市場っていうところで、この農産物っていうのの価格をこう決めていただいてるんですね。この市場というものは、分かりやすく言うとオークション会場になります。オークション会場で、このオークション会場を経て、そこで競りっていうものが行われるんですね。でこの競りっていうことで、自分が出した農産物と、他の方もいろんな方が出店しています。これ出荷っていうんですけど、出荷していますよね。この出荷された他の農産物より、自分の出した、農産物、自分が出荷した自分が出店したこの農産物商品が他の人の商品よりも高く競られる、高く競ってもらう、これが実は農家生産者にとっての最大の願いなんです。ただこの願いっていうものは、しばしば叶わないこともありますよね。たとえ自分が出荷した農産物が、今回のやつはもうめっちゃいいやつができたよって自慢できるぐらいよくできた時に、他の産地、他の生産者が出した農産物の品質規格よりも上回っていれば、おこれ山下さんが出したやついいね、これが一番いいよ、じゃあ私もそれ欲しい私もそれ欲しいということで、どん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 高値で競られていくんですよね。ところが、
自分が出した農産物、そういった商品よりも他の人が出した商品の方が、いやあっちの、田中さんの商品の方がいいよねと思ったら、そっちの方が、私も欲しい、私のも欲しい、やっぱり、品質規格のいいものの方が皆さんが欲しい欲しいというこの需要が高まりますので、こう値段が上がっていきますよね、価格がね。ということで、実は我々農業者っていうのは、この、オークション会場と私は勝手に呼んでいますけど、この市場、卸売市場に出荷することによって、常に自分以外の産地、自分以外の生産者と常に品質規格競争っていうものをやり続けているってことなんです。つまり生涯この競争をやり続けなければいけないんだっていうことなんですね。はい、でこの終わりのない競争っていうものを農家は生涯続けられなきゃいけない。まあ、例えばですけれども、まあ、例えば皆さん方も、まあ、学生自分も、まあ、勉強されてたと思います。でこの勉強するっていうのは、まあ、成績順が出たり、まあ、受験とかにも影響するから、まあ、一生懸命勉強されたと思うんですけれども、自分がどれだけ徹夜して勉強を頑張ったとしても、まあ、隣のやつはもっと、もう3日も4日も前からしっかり勉強して、身のある勉強していれば、まあ、結果としてテストの成績っていうのは、まあ、そういう人の方が、まあ、成績が良かったりすることがあるんですね。ですから周りがどのくらい勉強しているかわからないときに、自分も一生懸命やる、つまり相手がどのくらい頑張ってるのかがわからないところで勉強しなきゃいけない。これ結構見えない相手と戦うと、これ結構大変なんですよね。でよくほら、いやもう全然勉強してないんだよって結構釜かけてくるやつら結構いたりするじゃないですか。ああやってお互い牽制しながら、誰がどのくらい勉強して実力をつけているのかっていうのをこう牽制しながら、まあ、受験勉強とかやってらっしゃったと思うんですけれども、まあ、この成績競争っていうものに勝つためには、もうもっともっとっていうふうには、まあ、とにかく、人の倍やってる、3倍やるっていうふうにやらなきゃいけない。ただこの受験とかに関して見れば、ある程度ゴールというのがあるんですね。例えば、今度の期末テストであったり、今度は受験であったり、もしくはまた、その上の受験であったり、つまりゴールが見えているので、ある程度頑張ることができるんですね。ところが農業の場合はもっとシビアですよ。頑張っても頑張っても、他の産地がもっと頑張っていればすぐに逆転されます。そしてまた頑張って逆転しても、またどこかの産地がもっと努力すれば、常にもう努力をし続けなければいけないって、ものすごくこうシビアな世界なんです。そこで、今この農業業界もですね、その市場の原理原則だけの、価格競争、もしくは市場のオークション会場の競り競争だけではなくてですね、その競争社会から抜け出して、もう自分の農産物はこの市場やオークション会場を介さずに、直接この買い手である生果業者さんに卸したり、もしくはまあ、例えば、直売所っていうね、道の駅とか直売所ありますよね。でそういったところに持ち込んだ、委託販売であったり、まあインターネットでね、食べ直とか楽天とかポケットマルシェみたいな、そういう EC サイトに出店することによってダイレクトで取引をやったり、でさらには自分で、自分の農園の庭先に直売所を作ったり、直営店を作ったり、もしくは自分でサイトを立ち上げてそこで販売やったりと、かなりこう多様化してるんです。まあ、例えばこの相対取引、 EC サイト、直売所、そして直営店と、まあ、こういうふうに非常にこのね、今この販売チャンネルというのをこう多様化していってるんですね。でそこで問題となるのが、今日のテーマ長くなったんですけども、こう農産物の価格の決め方、どうやって決めるのって話なんです。すいません長くなりましたけど、で実は農産物の流通というのは、もう最初からお話している通り、やっぱり一般的にこの市場流通っていうのが、普通だったので、実際自分で売る、この市場改札に自分で売るっていう、そもそも習慣がないんですよね。そういう習慣がない。例えば私の父もですね、スイカ農家でした。でその後私も引き継いだスイカ農家から始めたんですけれども、我が家はもう全量もう農協出荷でした。ですから、例に漏れずこの生産者が、農協市場を通じて、この、需要と供給のバランスによって値段が決まるという、もう普通の農家だったんです。ですから、まあ、出荷時期になると、私の両親っていうのは、もう昨日一昨日出荷したスイカが、いくらで売れたかって話で、もう毎晩、夕食の
時になると一喜一憂、高かったぞ、今度は安かったぞというのを一喜一憂してたのを覚えています。で当然、私も、そういう一喜一憂する農業をやってきたわけなんですけども、実は子どもの頃ですね、まあ親のスイカの出荷をこう手伝って、まあスイカ畑にこう行ってた時ですね、まあ、たまたま、知らない人がこう通りすが、通りすがりの人がこう、うちの農園にこう立ち寄っていたんですね。でどうやら我が家のスイカを分けてほしいということで我が家の農園にも立ち寄ったらしいんですけれども、まあ、本来は農協出荷、共犯出荷なんでダメだダメだっていうふうに断ったんですけども、どうしてもその方が、まあ、どうしてもくださいということなんで、まあ私の父も仕方なく、じゃあ2玉だけだぞっていうことでこう譲ってやることにしたんですね。ところがその方が、じゃあおいくらでしょうかってこう財布出されてきたんですよ。そうした時に、私の父はってかなり困惑してたんですね。で、まあ、なぜかというと当時その農協で出荷している時はだいたい1玉あたり、まあ、4キロ玉ぐらいかな、1500円ぐらいで、まあ、競りでこの落とされてたんですね。でなんだかんだ農協の手数料というのも引かれますから、そういったの引かれると実質の手取りというのはだいたい1玉1000円ぐらいだったんですね。でその時に私の父はいくらって言ったかというと、じゃあ分かったと、1玉2000円って言ったんです。1玉2000円ね、結構これ父にしてみればかなり盛りましたよね。だって、市場の競り値っていうのは1500円で実際の手取りは1000円なんですよ。ところがその人に、じゃあもう仕方ないから1玉2000円だぞってこう結構こう強気の発言をしたんです。しかし今度はお客さんからしてみると、まあお客さんはその通りすがりの方なんですけれども、彼氏は2000円でいいんですかって話になったわけで、驚いた顔をされてて、で結果2玉4000円ということで、うちの父はその方に、売ったんですけれども、ちょうどその方が、5000冊しか持ってらっしゃらなかったんですね。で5000冊しか持ってらなかったんで、で父もまあ農場畑に行っているもんですから、もう財布持って行ってませんので、じゃあお釣りないよって言ったら、あ、じゃあ分かりましたっつってから、お釣りはいいですよ、5000円置いていかれたんです。5000円、つまり1玉1000円の手取りのスイカがなんと1玉結果2500円で売れた。まあこれで父はご満悦ですよね。ねえ、だって1玉1000円のが2500円で売れたわけですから。でまあ後から知ったんですけれども、私たちのスイカその当時、関西、名古屋、関東にバンバン出荷されていたんですね。でそこで出荷されている、例えば、関西、名古屋、東京の店頭で売られている価格、その時なんと店頭では1玉5000円で売られてたんです。つまり我々の手取り1000円のスイカっていうのは実際末端価格になった時には5000円で売られてた。で通りすがりに来られた方っていうのは、普通ならばお店で店頭で買うならば1玉5000円つまり2玉で1万円で買わなきゃいけないものを、なんと2玉で、たった5000円で買ったことになるわけですよね。はい、でこれ何の話かっていうと、つまり物の値段、この農産物の価格をつけるっていうことに関しては、その物の価値よりも、つまり買う、この買う側の価値、買う側がいくらっていうふうに、買う側の価値っていうのが非常にこう重要になってくるんだって話なんです。で例えば先ほどお話した、例えばサンマが1尾1500円で買う人がいれば、もうそのサンマはもう1500円の価値なんですよ。で実際そのスイカを買われる方がもう1玉5000円って買うっていう人がいれば5000円、2500円で買うっていう人がいればもう2500円なんです。ですからどれだけ我々農家、生産者側、農家側が農産物をピッカピカに磨いたとしても、その価値が買う相手、買う人に認められなければ、このどれだけスイカをもう丸くしよう、ピカピカにしようって糖度を上げようと思ったところで、その努力っていうのは水の泡になっていく。だからこのサンマっていうのは、例えば品質が高かったから値段が高くなったんではありませんよね。もうむしろ、漁獲量が少なかったってことは、プランクトン、餌となるプランクトンが少なくて、それを、食べる量が少なかったから、サンマ自体が少なくて、実はあまり脂の乗ってない痩せ細ってるサンマの方が実は高く売れていたわけなんですよ。まあ、結果として水揚げ量が少なかったから値段が上がったのであって、まあ、スイカもその人にとっては1玉5000円って思って、行って農家さんから直接買ったら1玉2500円って、わ、これめっちゃ安いじゃんって、半額ですからねっていうふうに思ったから結局買ってくださったわけ。つまり今日の結論なんですけれども、買う相手がいくらで、
買いたいって思ってるか、いくらで欲しいって思ってるかっていうのが非常に重要になります。じゃあそこをまず知ること、じゃあその欲しいって思ってる値段をつけるっていうのが今回の農産物の価格どうやって決めるの、っていうことで、これを値頃感って言うんですけれども、この値頃感、つまりライバル他社や市場もしくはマーケットでどのくらいの値段で売ってあるのかっていうのを参考にするのが、この農産物価格どうやって決めるのっていう話の結論になります。なんだだったらこの需要と供給の市場で競られてる値段、店頭で売られてる値段と大して変わらないじゃないか。実はそうなんです。自分で相対取引 EC サイト直売もしくは直営場で自分で直接売ろうとしたところで、世の中はこのオークション会場といわれるこの卸売市場で農産物は動いています。でそれを仕入れた方がまた店頭で売っていますので、大体世の中には相場っていうのがあるんですね。この相場っていう世の中のこの値頃感が結果として農産物価格っていうのを決めています。だからよく農家は自分で値段を決められないっていうけど、正直言いましょう、これ値段自分では決められません。結果としてお客さんが決めるんです。なんか夢のない話になっちゃいましたけれども、これは仕方がないんですね。でも山下さん、自分の商品はこんだけこだわって作ってるから高く売りたいんですよって方ももちろんいらっしゃるでしょう。じゃあ高く売るためにはどうするのか、これも簡単です。まあ簡単というか、やることは一つです。先ほど言った通り、この農産物っていうのにはいいですか、農産物自体に価値があるのではなくて、その農産物が欲しい人がたくさんいるのに売る人が少なかったりとか、要は需要と供給のバランスでその価値というのは変わっていきますよね。そのもの自体が美味しいか美味しくないかというのももちろん大事ですけれども、やっぱりどれだけ美味しくても、たくさん出回ってて欲しいという人が少なければそれ当然価値が下がりますからね。ですから高く売りたいんであるならば、その値頃感よりも高く売っている意味、理由っていうものをやっぱり相手に伝えないとダメですよ。ああなるほど、山下さんのは通常1000円って思ってたんだけども、あそんな感じで作ってたり、そんな意味合いがあったんだね、あだから2000円なんだね、あだから3000円なんだねっていうふうに買う側がなるほどねって思ってくれれば、もうその時それはもう3000円になるんです。これが高く売る方法、つまりこの価値っていう価値、この価値でいうものがお客様がうんそれは価値があるって思ってくだされば、一般的な市場とか一般的な値頃感では1000円って思われているものでも、買う人がうんうんなるほどなるほど、それは3000円出してもいい商品だ、いい品物だ、いい農産物だっていうものに価値を感じたならば値段は高く売れるってことなんです。まあ、例えばですけど、需要はあるけども供給量が少ない時期に出荷する、例えば我が家のスイカっていうのは7、8月がスイカの旬なんですけれども、私我が家のスイカはもう4月、5月に出していました。だから高値で取引されてたんですね。でもう一つは需要があるが供給量の少ない商品を提供する、いわゆるまだ珍しくてあまり流通してないようなものを提供するなどなど、価値っていうものをしっかりと、学んで、この価値を磨くことが高く売る秘訣になります。はい、ということで今回は、先日ね高校で授業させていただいた中で、非常にいい質問いただきました。農産物の価格はどうやって決めればいいんですかということについて、お話をさせていただきました。はい、ということで今回はこれで終わりたいと思います。最後までご視聴いただきましてありがとうございました。はい、いかがだったでしょうか。もっと勉強したい、もっと学びたい、そして稼げる農業者になりたいという方のために、農ビジセミナーメール講座をお届けしております。今ご登録いただきますと無料でご相談に応じております。詳しくは農ビジで検索してください。一緒に農を耕しましょう。